伝承のスウェーデン・フィンランドの国土。1700年のスウェーデン・フィンランドの境界。スウェーデン・フィンランドは、カルマル同盟とナポレオン戦争の間の、スウェーデン王国、すなわち14世紀から18世紀の、スウェーデン王国を指し、特に、フィンランドで使用される。その端緒となったのは、1155年の北方十字軍以降で、1323年に十字軍での、 交戦国だったノブゴロド公国との講和によって成立したと言える。その後、スウェーデンが東方へ進出することによって、スウェーデン・フィンランドは拡大していくこととなる。北方十字軍以降、フィンランドはカトリック化され、16世紀にスウェーデンと共にカルマル同盟からの離脱後、プロテスタント化していくこととなった。1581年にフィンランドは、 公領から大公領へと昇格したが、それはスウェーデン人によるフィンランド支配を強化するためだけの君主号のみの称号化であり、フィンランドがスウェーデン王国の一部であることに変わりはなかった。18世紀にロシアとの戦争によってケックスホールム圏などを割上したものの、大部分は19世紀まで残った。1809年にスウェーデン・フィンランドは分割され、東半分は 帝政ロシアによる同訓連合のもと、順実地のフィンランド対抗国を構成した。この言葉は、例えば、デンマーク・ノルウェーという用語と関連付けて使用された時には教訓めたメリットがある。つまり、ノルウェーがデンマークの支配下にあったように、フィンランドもという意味である。しかし、中世以来1八百九年までの今日、フィンランドである地域は完全に、 スウェーデン王国の一部だったため、これは誤解である。1809年までフィンランドは、スウェーデンの4つの州の一つとみなされていた。とはいえ、イエータランドやスベアランドとは違い、フィンランドは、ノールランドと同様、スウェーデン語が主要な言語ではなかった。スウェーデン語が使用されたのは、海岸のいくつかの地域や貴族層、都市市民上層部の間だけだった。 スウェーデン帝国時代のスウェーデン・フィンランドは本来のスウェーデンと同義だった。それにその他の海外領土が加わってスウェーデンの支配領域を構成していた。ありがとうございます。